ナイオール、テンオールになった後にそういうサーブを出すっていう選手は本当にトップ選手。こんにちは、アンドジャパンの浜川です。今回はナイオール、よくね講習会でも聞かれるんですけど、9対9で何試合か分かんないです、あとは真っ白になりますっていう質問する方が多かったので、3つに分けて、ご説明していけたらなと。今回の動画に関しては、僕がじゃんけんの時にレシーブを選ぶんで、ナイオールで自分がサーブを持った時っていうのを前提にお話ししていくんで、まあその点を踏まえて、初級者中級者の方にまず何を意識してほしいかなって言ったら、一番自分が得点を取れる可能性の高いサーブを出してほしいんですよ。例えば左利きだったら右利きのフォア前にこうやってサーブ出して、こうやって返ってきたらドン、ちょっとフォア前はレシーブ持たれてるなって思ったら、こう長いサーブをボンと出したら返ってくるから、それを今はストレートに打ったけど別にクロスでもどこでもいいに打つみたいな感じで、最後やるパターンっていうのを決めとくっていうのが初級者で、次2つ目ね、こっから一気に上級者になるんですけど、ナイオールになるまでに18本ラリーっていうのがあるんですよね。これを覚えてほしいんです。僕も含めてあるんです。癖はあるんですよね。例えばストップはバック前とフォア前どっちが得意か、フリックはフォア前、フォアとバックどっちが得意か、それを1セットの18本目までに、大体相手の癖をある程度見て、下回転のボールをフリックするのは彼は得意じゃなくて、突きを選ぶことが多いなと思ってたら、それを予測してサーブ出して、突っかしたボールをドライブ。取られたものを取れるように考えるのか。それとも、取った点数の内容を覚えといて、もう一回そのパターンに持ってこさせる。これはもうその時に自分の判断です。それを踏まえた上でサーブを出す。っていうのが上級者です。もっと上のトップレベルは何かって言ったら、その18本の中で1回もなかったサーブを出す。例えばずっとフォアの順横サーブ、例えば僕やったら YG サーブっていう、例えば2つで組み立ててナイオールまで来ましたと。じゃあそこで何をするかって言ったら、ナイオールでバックサーブ、立ち位置を変える。いろんなトップ選手の方と試合してきたことたくさんあるんですけど、ナイオール、テンオールの時にはそうされることが多かったです。やっぱ全然構え方が違うところとか、全然違うサーブを出せるよってなった瞬間に、こっちのレシーブも悩むんです。勘違いしちゃいけないのは、ナイオールまで覚えてないけど新しいサーブ出してみようじゃなくて、そういうのもちゃんと理解した上で、ナイオール、テンオールになった後にそういうサーブを出すっていう選手は本当にトップ選手じゃないかなと。でもこれって僕もそうなんですけど、いきなり試合でやろうと思ったら無理なんですよ。じゃあこれどうするかって言ったら、日頃の練習の時ですね。例えばチームメイトと1セットマッチとかってやる時でも、その展開を覚えていく。まずそれを意識を持って練習していくっていうのがすごい大事です。僕もかなり時間かかったんで。でもやっぱこれを覚えれることになって、試合に入った時に焦らなくなるんですっていうのもあるんで、練習の時やってみる。これができるだけで本当にナイオールだけに限らず、全部の試合の組み立て方が変わってくるので、やってもらえたらなと。最後までご視聴いただきありがとうございました。去年はね、Tリーグ負けてしまってファイナルで悔しい思いをしたんで、今年は心機一転、必ず優勝したいと思いますので、見に来ていただけたらと思います。